運試しにボーナスダンジョンと優勝100ジェムを使ってのガチャ1回だけのやつやっていきます。はい、今ですねこちらの方ボーナスダンジョン、チャレンジしていくところでございますということでいきます。3回ねあのスロットマシンができます。同じ絵柄が揃うとですね、はい、たくさんの経験値あるいはゴールドがもらえたりしますということでいきましょう。はい、これから3回ね、スロットマシンしていきますけど、はい、そのうちの1回目ですね、はい、キラースロットマシンを、倒していくという形になります。はい。はい、真ん中ね、ゴールドと鈴の絵柄が出ました。はい、2個ね、揃いましたね。最後1個揃うと、はい、大当たりなんですけど、ちょっとなかなか回らないですね。あ、外れました。惜しい。はい、というわけであと2回ありますのでどんどん行きましょう。はい、まあこのねキラースロットマシンを倒すことでですね、ある一定以上のダメージを与えることで、はい、絵柄が出るということになります。7が1つ出ました。7、3つ揃うとね最高みたいですけどね。はい、経験値が100万ぐらい入るとかいう話ですね。はい、2回目ですね。2回目も外れ、最後の1回ですね。3回できるうちの最後の1回になります。はい。最後の1回に期待しましょう。お、揃いました。黒のね、EXP の柄が出ました。経験値大量ゲットということで、どれぐらい入るのか楽しみですね。あ、レベル上がりましたね。282,500、の経験値もらいました。で、ね、レベル68から69にね、4人とも上がりましたね。うん、結構ね、いい感じの当たりでしたね。28万経験値っていうのはね、なかなかすごいですよね。レアとお宝ボックス1個もらいました。そして、はい、27万ね、最後の当たったやつですね、もらいましたということで。はい。ということで、まあ、今週のね、ボーナスダンジョンは終わりました。はい、次ですね。優勝100ジェムを使って、1日1回だけできるガチャをね、やっていこうと思います。これですね。はい、ドラゴンクエストモンスターズ福引式のですね、はい、優勝100ジェム、12月10日までね、1日1回優勝100ジェムでできますので、これをねやっていこうと思います。まあ、たった1回だけなんで、はい、一瞬で終わります。最初のね、銀色宝箱スタート。まあでも演出はいいですね。ここでどうでしょう。あー、変わらないか。はい、残念というわけで、ハズレでございました。というわけで、今回はですね、ボーナスダンジョンと、はい、優勝100ジェム1日1回ガチャをやってみました。ボーナスダンジョンの方はね、大当たりといいますか、当たりが来ましたということで、今回の動画は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。